循環に入りやすくなってくるっていう形です。睡眠、食事、運動ですね。ここの健康インフラっていうのはすごく大事。では続いてなんですけれども、メンタルヘルスって何ですかってことでございますと、ね、メンタルヘルス、これですね、一言で言うとですね、メンタルヘルスっていうのは心の健康を言いますね。心の健康、例えばなんですけれども、ストレスがですね、こう大きい状態になってくるとですね、まあ、体調とかですね、心の健康はですね、いまいちって感じですね。このイラストはですね、ちょっと辛いなって感じで泣いてる感じで、まあ、ストレスがですね、中程度の時はですね、まあまあ普通な状態かなっていうような気がいたします。でストレスが小さい時はですね、まあね、絶好調、いいねってこんな感じでですね、元気かなっていう気がいたしますと。ストレスが大きくなるとですね、まあ、メンタル不調になりやすい。でそうするとどうなるかっていうとですね、認知機能って考える力が低下してですね、要はね、全てが結構ね、ネガティブになりやすいって感じですね。ネガティブな情報を集めたりとかね、ネガティブな情報を集めるし、ネガティブなことを考えやすい。そうするとどん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 ですね、健康的行動も減少してきてですね、悪循環に入りやすくなってくるっていう形ですと。はい、で悪循環がぐる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 してですね、こうネガティブで、ああ自己批判とかですね、そういったことになってですね、雪だるま式にですね、嫌なことばっかり増えてきちゃうよっていう形になってきます。なのでですね、こうネガティブになるとですね、この思考とか気分とか行動がね、ぐるぐるですね、悪循環に入ってですね、こう悪循環の渦に溺れちゃうみたいな形なので、なるべくここに気づいたら早めに対処するっていうことがですね、大切になってきます。例えばこんなことありませんかってことなんですけどね、本当はしないとね、いけないこととしてね、仕事をしっかりね、仕事が溜まってるからやらなくちゃいけないなって思ってても、こうメンタル不調とかですね、ストレスが多くなってくるとですね、考え思考ね、めんどくさいな、間に合うかなとかね、間に合わないよとか、また怒られちゃうかなっていう、こう考えるようにすると、今度は気持ちの方がですね、憂鬱になったり焦りとか不安な気持ちになってきます。そうなってくると今度行動もですね、なんかやっぱりね、こう、まあ、スマホを見たりとかね、ついね、ネットサーフィンしちゃったりで、ついついお酒を飲んでいくと、そうするとね、一時はですね、リラックスとか現実からね、回避とか逃避できてね、安心感があるんですけれども、それが過ぎちゃって何週もするとね、さらに仕事が溜まって、アウチ、こんな感じかもしれませんね。まずね、自分のどういった流れになってるかなっていうのもね、モニタリングしていくのが大事になってきます。それでストレスマネージメントをするコツっていうのは、まずね、ストレス、これこの後半にね、いろいろ細かいことはお伝えするんですけれども、まずストレス対処コーピングで、あ、これは悪循環になりそうだなと思ったらですね、カッターってですね、そんな感じですね、対処していただければなって思ってます。はい、不健康行動とか不健康なね、思考の方になりやすいので、それをなくすっていうよりも、健康的な行動や適応的思考をするとですね、24時間しかないんで、健康的な行動を増やしたり考えを増やせばですね、自然にですね、こう不健康行動が減ってくるので、まずはですね、適応思考とか健康行動を増やすってことが大切になってきております。まずはですね、自分の健康状態をモニタリングするよ、ストレス対処の前にですね、今は自分の健康状態っていうのをモニタリングしていくっていうことをね、一緒に皆さんとやっていきたいななんて思います。隠れた前提があります。僕いつも臨床をやっててですね、本当にこう利用者さんとやっている中でですね、ここはやっぱりベースとしてはすごく大切になってきます。睡眠、食事、運動ですね。ここの健康インフラっていうのはすごく大事で、ここが整ってくるとですね、健康状態もですね、すごく安定してきますね、高まってきますと。でストレス対処ももちろん大事なんですけど、まずはここのところをですね、しっかり整えていくっていうのがですね、めっちゃ大事ですよ、めっちゃ大事、うん、何が起点になるかな、どれが一番大事かなっていうのは人それぞれかなと思ってるんですけど、基本ですね、運動って書いてあるとちょっとあれかもしれないんですね、体を動かすぐらいでもいいと思うんですけれども、運動が起点になるかなって個人的には思ってます。で、体を動かすじゃないですか。体を動かすとお腹が空くんで、食事も美味しく食べられますし、体を動かすとですね、体が疲れるんでね、こうゆっくり睡眠も取れるんで、どれも全部大事。特に僕なんかで言うと、個人的にはやっぱり睡眠が一番大事なんですけれども、体を動かすってことをですね、取り入れて見ていただけてもいいんじゃないかななんて思っております。
では、健康の3要素なんですけど、皆さん運動や睡眠や食事なんですけれども、10点満点がね一番いい状態だとしたら皆さん何点ぐらいでしょうかね、と。玉木さんは何点ぐらいですか、運動は。運動は、はい、3点ぐらいですかね。3点でも全然いいんですよ。ここ自覚するっていうのはねすごく大事になってきますね。じゃあ睡眠は。睡眠は10点くらいはいく気がします。お、めっちゃ快眠、はい、いいね。お食事は。食事も8点ぐらいはいくと思います。ああ、じゃあもう結構ね、睡眠も食事も安定してていい感じですね、はい。でも運動って言っても、運動って言うとそうだけど、結局通勤すると結局体を動かすじゃないですか。まあそういうレベルで言えば結構そのなんだろうね、体を動かしてるのかななんて聞いてて思いましたけど、こんな感じでですね、結構ですね、この運動、睡眠、食事とメンタルヘルスっていうのはですね、結構相関しますのでね、一度ですね、自己自身でセルフモニタリングしていただければなって思ってますと。はい。まずですね、忙しくなったりするとですね、生活習慣が乱れるとですね、乱れるとね、まずこの運動とか睡眠とか食事が削られてバランスが崩れやすくなりますよっていう形ですね。特になんかやっぱり睡眠がですね、短くなるといろいろなイライラしたりとかね、ぼーっとしたりとか、パフォーマンスが発揮できなくなったりってあるんで、やっぱり睡眠もめちゃくちゃ大事かななんて思っております。続きまして、今度は体と心とストレスですね。こっち、体、体調何点かなとか、あとはですね、まあ、気分、心何点かなとか、ストレス何点かなとか、ここもですね、体調セルフモニタリングすることがすごく大事ですと。何度も言いますけれども、その点数が高いとか低いというよりも、まずここのところで自分で気づいてるっていうことがですね、すごく大事になってきますんで、1日1回ぐらいですね、こう自分の体の調子は何点かな、気分や心は何点かな、今ストレスの状態は何点かなっていうことをですね、把握するっていうのが大事。把握するから対処ができるんでですね、ここもね、10秒ぐらいあればね、できると思うんで、ぜひぜひやってみてください。さあ、画面の皆さん、何点ですか？はい。でですね、こういったものをですね、外在化っていうのがですね、ありとあらゆる意味ですね、心理学とかね、ストレスコーピングで大事なんですね。要は自分の中にあるもの、紙でもスマホでも、まあね、口頭でもいいんで、外に出してみることを外在化っていうことなんですけれども、まあそういうことをね、ぜひやってみていただければなって思っております。で、また繰り返しますけれども、点数の高い低いもね、大事なんですけれども、まずはそこに気づくことがめっちゃ大事ですよっていう形ですね。この幸せとか苦しみっていうのもね、スケーリングしていくといいんじゃないかななんて思ってます。結構ポイントはあるんですけど、メンタル不調になっちゃうと、さっきも言った通りにネガティブアテンションできてないというところ、嫌なところばっかりの情報を集めて、嫌なところばっかりでの苦しみばっかりこう 見ちゃう傾向があるんですけれども、まあそれはそれとして、苦しんでても結構ね、幸せなことが大事だから、現実に触れてこう幸せをしっかり見ていくみたいなね、こういったのがすごく大事になってくるかなって思っております。